皆さんおはようございます。花です。今日は私の土曜日のモーニングルーティンをご紹介していきたいと思います。朝はいつも休みの日は8時ぐらいに起きて、晴れてるかな雨かなっていうのを最初に確認します。確認した後にカーテンを全部開けに行きます。この日は少し曇りだったんですけど、まだ雨は降ってないということで、何をしようかなと思いながらベッドをきれいにしていました。私は夏の朝の香りがすごく好きなので、朝起きたら窓を越えていつも開けるようにしています。軽くスキンケアを済ましたら朝ごはんの準備をしていきます。この日は手作りのパンをね、冷凍してたやつがあったので、お野菜もいろいろ余ってたのでサンドイッチを作ることにしました。このパンはいつも焼いてる枝豆とかチーズ入れて焼いてるパンがあるんやけど、それに何も入れんと大きめに焼いたパンになります。サンドイッチにぴったりでした。なのでまたみんなも大きく焼いてサンドイッチに作ってみてね。はい、ってな感じでお野菜をのせていって、もうこのサンドイッチが美味しくて美味しくて、なんかカフェでよく出てくるようなサンドイッチになったから、パンも固めで私の好みのサンドイッチになりました。これはですね、この前 D&D ルーカに行く機会があったんやけど、その時になんか記念品みたいな、多分フリーペーパーみたいなの作ってはって、わー、そう、もう大好きやからさ、 D&D ルーカの商品とか全部載ってるからもらいました。あ、これ持ってるやつ、これが今欲しいやつ。お疲れ様でした。平日にお部屋の掃除ができていなかったので、土曜の朝にこうやっていつも掃除をしています。この日は昨日の夜にジムに行けていなかったので、朝から運動することにしました。いつもね、お家でやるときはヨガマットの上でできる筋トレをしています。今回する筋トレもすごく簡単なんで、皆さんもよかったら一緒にやってみてください。こんな感じで、まずは、フルプランクから、名前がちょっとわからへんけど、お尻フリフリプランクです。で、これは足をね、こう上に上げる、このお腹と背中に両方板が入ってるイメージでやってください。そしたらお尻にすごく効きます。で、これはね、基本的には左右10回をかける2ずつぐらいかな、大前トレーニングでやってます。で、やっぱ家とかさ、マンション住んでると結構ジャンプしたりっていうのがうるさくなったりすると思うんで、私も家トレはジャンプなしのトレーニングをほとんどやっています。はい、で、次はお腹のトレーニングです。これ簡単そうに見えて結構効くので、お腹周りをね、こう鍛えたいなと思ってる方はぜひトライしてみてください。これもおすすめ。これは足をクロスにしているやつです。で、これは最後、全体のコアを鍛えるためにやります。こんな感じで簡単なトレーニング、10分、15分ぐらいかな、だけやって、体一回全部こう、あったかくして汗をかいて、一日を始めるっていうのが、私が本当に元気のある、やる気のある時のモーニングルーティンです。毎日はしません。はい。はい、ってな感じで、またあのトレーニングについての質問とかあったら、ぜひコメント欄に書いてください。またね、トレーニング用の質問が結構あったら動画作ろうかなっていうふうに思ってるので、そこで回答できるようにしたいと思っております。
なぜか昨日そう体調があんま良くなくてジムに行けへんかったから、ちょっと朝体を動かしましたわ。あ、初朝に運動するとやっぱり気持ちいいな。お化粧をしていきます。今日は YouTube の編集があるのと、そうそろそろそう7月の頭から7月8ぐらいまでかな、実家に戻るのよ。そう、まあ、1週間ぐらいリモートするんやけど、3日間ぐらいはお休みもらったかな。そうなのやし、いろいろ編集もしてきたいなと思って、だから今日はそれを全部する感じかな。というわけで軽くお化粧を済ませて髪の毛も綺麗に溶かしたら準備は完了。お洋服はどれを着ようかなと思いながら、いろいろ着ては脱いで着ては脱いでをいつも繰り返しております。この日はカフェに行って作業するつもりやったのでカジュアルな服にしました。いつものお気に入りの花梨のバッグに物を詰めて、さてさてカフェへ行ってまいります。ではみんなも素敵な休日を過ごしてね。バイバーイ。